読書、あまり的眠あまり万校より、安井即権は、江戸時代の受学者。名は、う、字は、中平、即権は郷。日向国宮崎郡清武郷出身。その業績は、江戸期儒学の集大成と評価され、近代漢学の礎を築いた。文下からは、谷田敵やむつむねみずなど、延べ2000名に上る逸材が排出された。妻の左右は、 森大外の歴史小説、安井夫人のモデル。有名な言葉としては、1日の刑は朝にあり、1年の刑は春にあり、一生の刑は、焦燥の時にあり。安井側見は、帯藩士、安井総州の次男として、清武郷中野に生まれた。陽名は、巡作。家は代々帯藩主の伊藤家に仕えた。幼少の頃天然痘にかかり、顔面の放送婚で、 片目が潰れた要望になった。学者であった父の影響を受けて、学問を志し、21歳の時、大阪の篠崎小竹、文化七年江戸昌平科学問所で、小賀道案に、また松崎行動に指示した。その頃、塩谷党院と並んで総壁記と称された。文政十年、帯藩主、伊藤雄将に呼ばれ清岳里に帰り、自読となり、森大外の小説。 安井夫人に登場する、川添沙代と結婚。教皇、民教堂、藩公、新徳堂で女読みに任せられ、父と共に教弁を振るった。傍ら藩政に参与するようになった。藩主が安井を徴用して進める、藩政改革を喜ばない、保守派の機避に遭い、天保八年四十歳の時、江戸に出た側権は、芝増上寺の僧侶に入り、ここで、さらに礼学。 平成、刑報について深く恒久するところがあった。天保9年、家族と共に、江戸に移住し、私塾、三景塾を開く。一日の慶和は、この三景塾の設立趣旨。文久二年幕府に招かれて昌平座科学文書の塾巻となった。六二百票を給された。塩谷党院、木下最短、吉野金良らと親しく交流するとともに、 文会を主催し、互いに切磋琢磨する。文会には、藤田東子ら新進気鋭の学者らが次第に加わり、やがて時勢を論じ合う場にも変化した。黒船の来航による混乱の中、側権は、水戸藩事であった藤田東子を介して、幕府上位派の中心人物であった、水戸成明に意見を求められ、解剖主義、安氏会問答などを上書するが、成明は、 安政の大国のさなかに没してしまい、この意見が用いられることはなかった。文久2年には、塩谷党員、吉野金良,良らと共に、幕府樹官を拝命し、文久三博士と称される。源氏元年には、欧州花あ大官に任命されるが、高齢ゆえの周囲の反対によりおもむかずして、面間、母親戦争の際には、両家村に疎開、北戦秘書を表した。 明治元年、幕府崩壊により身分も帯藩席に戻り、帯藩江戸屋敷で熟成の教育に尽力するも、明治5年の学生発布により熟成は激減。自らも高齢により、視力が衰え、死死不自由となる。持ち前の不屈の精神で最後まで筆を離さず、水を満筆を書き綴った。明治9年9月23日午後7時、77年の生涯を東京で終えた。 遺体は、東京、千駄木の陽元寺に埋葬され、現在東京都史跡に指定されている。安井側権旧宅宮崎市清武町加納三3376の位置に、安井側権旧宅として成果が残る。旧宅としては、宮崎県で唯一、国の史跡に指定されている。旧宅の庭の隅に、安井側権先生誕生地の記念碑があり、大事は、 徳川家里により書かれたものである。邸内にはまた、安井側県が自ら植えたとされる梅の木が残っており、開花時期の2月11日に、安井側県、梅祭りが毎年開催されている。旧宅の向かいには、側県関係の資料を展示する清武歴史館がある。側県の弟子は多く、明治時代に、知事、大臣など行為交換になった者、陸軍大将、中将、 海軍少将、大学教授、漢学者などがおり、幕末の志士や、西南の役に組みし活服した者もいる。次に挙げる。2014年2月改装工事が完成した宮崎市、清武総合運動公園内の野球場には、即県スタジアムの愛称が付けられている。同スタジアムは2013年より、韓国プロ野球、土産ベアーズ、2015年より、日本プロ野球、 オリックス・バファローズのキャンプ地として利用される。ABC 森鴎外、安井夫人関係文献と、情報一覧、日高光一郎、大分大学、藤沢周平著、藤沢周平全集第七巻文例春秋1993年42ページ、宮崎市館公共開講式サイト、安井即研究宅黒絵、1982、132から133、 即権死亡時、工事を託された。ありがとうございます。